ここら辺はちょっと日陰になってるから涼しいわ。さあ、引き続きひまわりを見に来ております。虫がすごい。私の耳周りを虫がすごい。なんか朝早ければ全然カブトムシとかいそうだけどね。まあ、私クヌギだとかなんかそんなのよく分かってないんで。やめて。私の周りを飛ばないで。もう熱暴走出てる。こんなの新しそうだな。薬師堂なんていうのがこっちの方に、あ、もう虫あるんですね。いや、これだダメだな。ちゃんと動画が撮れてるかも分かってないな。なんかスローで動いてる気がする。もういろんなセミの鳴き声が聞こえますね。さ、ひまわりが見えてくるかな。あ、見えてきましたね。ちゃんと仮設トイレなんかもあるのでね、そこら辺は嬉しいですね。もうこちら側の方はね、摘み取り自由になってますね。やっぱりさっきのところ勝手にあのおばちゃん摘んでたのかな。あそこは摘み取り自由になってなかったもんな。やっぱりね、交尾を垂れておりますね。こちらの子たちも。もう太陽が暑いわ。今日もせっかくね、お友達が誘ってくれたので、ちょっと外には出ておりますよ。うん、やはりね、遊べるときに遊んどかないとね。私みたいに独り身じゃないから、なかなかね、遊べないと、半年ぐらい会わないときあるからね。いや、暑いね。お写真撮ってる方がいますな。向こうにはね、野球場とかもあるので。あ、痛い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 。足が痛い。いやー、ここはね、ちょっと風が気持ちいいわ。ちょっと下を見て、あ、やはり朝露でズボンが汚れちゃってるな。トイレがありましてね、マップがね、ここにあるんですよ。今現在が、薬師堂がここにあるから、で、ここら辺か。今ここら辺だね。仮設トイレがあって。あとまあ桜の道があったりね。まあ、こういう感じでね、こっちの方まで歩いて行けるようになってんのかな。これ前回も気になったかな。どこだ。チャブクばあさん。まあ、ちょっとね、この暑さじゃちょっとあ、ここら辺も綺麗だね。これ菜の花なのかな。川土手の、あ、書いてある。川土手の菜の花って書いてあるね。うん。ちょっと暑くないときはちょっと行くのもありかな。すごいね。まあいい景色ですわ。こっちはこっちで。あ、風気持ちいい。ちょうど今私が来たここの細道、車でね、来ることもできるんですけど、
道自体がね、細いんでね、お、道自体が細いんで、お互いがね、通れない可能性があるんで、なぜおっと言ったかと思うと、この可愛らしい、カエルちゃん、あ、動いちゃった、ごめんね。カエルちゃんごめんね、ちょっと可愛いから撮っちゃったわ。カエルちゃんもいますね、自然の生き物たちが。まあ自然の生き物たちはいるのはもちろん他でもいるんですけど、なかなかね見かけることもないので。向こうなんかは畑になってんのかな。今日は野球やってないな。そっか、今日平日か。でも大体行くの平日か。まあお盆休み中だからな。ほら、これにちょっとベンチがあるんで、休もうと思えばここら辺で休むことも可能かなと思います。はい、それではちょっと入ってみますね。やはりもうだいぶこっち側は終わりかな。奥の方なんか綺麗に咲いてるところもあるね。しかし暑いわ。すごいな、でも暑さが半端じゃないな。ちょっと奥の方行ってみるか。ここが良さそうだね。ここに行くとさっきのところまで。まあ、あそこの子もちょっと元気がいいね。ちょっとまたぎまーす。お邪魔しまーす。ほら、この子も元気。ね。よいしょ。暑い、汗が止まらない。汗が止まらないよ。おじの汗が止まらない。しゃがんだら足が痛い。おじの足が。ほら、こっち側まで来るとほら、ちょっとほら、まだやや元気っぽいのがいる。すごい、もうさっきもさ、赤ちゃん連れて、赤ちゃん暑かっただろうな、赤ちゃん連れて若夫婦が来てましたけども、虫が多いからさ、奥さんがキャーキャー言ってたわ。ほら、ここにまだ蜘蛛の巣があるでしょ。はい、トンボもいます。はい、バッタもいます。今日珍しくスズメバチに襲われない。やべ、危ね、フラグになっちゃうからな。あんまり、もう手がビチャビチャよ、腕が。私の腕がもうビチャビチャ。これはちょっと日陰に入ったゾーンだから。はい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 、わかったわかった。わかったから私の周りを飛ばないで。私の周りを飛ばないでください。あって。はい、失礼します。隣のレーンに移りました。はい、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 はい。はい、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 はい。はい、これはお姉さんは悲鳴あげるな。おじさんがこんな、はい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 。もうちょっと恥ずかしくなってきたわ。向こうのもちょっと咲いてるな。しかし暑い。お、いい子見っけ。かわいい子ちゃん見っけ。この子かわいい、はい、かわいい子ちゃん選手権に。あ、なんか手がかゆい。こんだけ汗かいてれば蚊もおびき寄せられて。塩辛トンボが今の来んのかな。もう下がこの子のもちょっとかわいいけど、サンダルで来るもんじゃない。私のサンダルが砂まみれ土まみれか。あれは、あら、こっち側の方が、かい！絶対食われたわ、これ。あ、失礼しました。ほら、ここら辺のはちょっとね。あんまり食うとさ、こういうところ、ほら、スズメバチ隠れたりするんじゃん、こういうところ。で、ほら、ある程度ね、気配を察知しながらさ。まあ、こんなもんでいいか。もう暑いしな。あ、サンダルが嫌だ。さ、どっから帰ろう。どっから戻ろう。
ただいま盗撮中です。友達いないなと思ったらさ、あれ見えるかな、ほら友達いた友達いたしゃがんでさっき写真撮ってたわ。さっきどのラインで来た、違うラインで戻るか。草ぼうぼうなのね。あー気持ちいい、風気持ちいいわ。ちょっと今太陽が隠れて風がね、気持ちいい風が吹いてきてる。よし、友達のところと触れないようにちょっと映りながら、こっち側でもちょっと反対側になるからね、うん、こんなものにしようか。いや暑い、なんとか生還しました。もう誰もいないと思ってさ、大声で喋ってたらさ、おばがいた、おばひまわりおばがいたわ。でちょっとここまでにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。まあ、少しでもねひまわり畑を見て癒しを、癒しされないかな、おっさんが話してたからな。うん、まあ、見てくれた方ありがとうございます。それではまた、バイバイ。